大杉久さ1月17日から1923年9月16日は思想家、作家、ジャーナリスト、社会運動家。明治、大正期における日本の代表的なアナキストである。大逆事件の後に共産主義の中で優勢になったアナ系の大建物であったために危険死され、関東大震災直後、憲兵隊司令部で殺害される。 自由恋愛論者で、女性から経済的支援を受けて生活しており、居候中に、堺井俊彦の義妹堀安子を合刊することで結婚する。当時、安子は、深尾翔と婚約していたが、これは破棄された。だが、酒井は、安子と入籍せず、上地下一子に続き、伊藤野絵とも愛人関係となって、野絵は、長女マコを見ごもった。 女性たちからは常に経済的援助を受けていたが、ノエに愛情が移ったのを嫉妬したイチコによって刺された、日陰茶屋事件によって、大杉は、瀕死の重傷を負った。その後、ヤス子と離別、イチコは入国したので、ノエと家庭を持つが、依然として入籍はせず、次女エマ、三女、エマ、四女ルイズ、長男ネストルを設けた。次女エマ以外は、 大杉、伊藤の死後、伊藤の実家に引き取られて、戸籍を届けるときに解明されたものである。1885年、大杉久氏は、愛媛県中郡丸亀で生まれた。父の大杉安ずは、常時陸軍の軍人で、出身は、愛知県海東軍、都市治村で、代々庄屋の家系で、親戚にも軍人がいるという家庭環境であった。父は、 東京に移って、この絵商尉として、勤務時に、大隊長の仲介で母とよと結婚した。栄は、次男で、春、菊、新、松江、勇、進む、秋、あやめの兄弟姉妹がいた。栄は、容姿や性格は母に似ていたとされる。はじめ東京麹町区の幼稚園に通うが、父が、この絵連隊から、新潟県柴田市に赴任したので、 14歳まで多くを、柴田で過ごした。日清戦争にも従軍した父から折に触れ、軍人として仕込まれたこともあり、元帥を目指すという巧媒な精神で、1899年、名古屋陸軍地方用年学校に入学。ドイツ語化を希望するが、定員に満たなかったことから、フランス語化に回された。これは、後の思想家の誕生に役に立った。 学校では武道に熱中するが、学業の成績は良からぬ点があり、学校内で奔放な生活を送った。また、同性愛に走り、修学旅行での下級生への性的な戯れに対して、禁足30日の処分を受けた。貸し間どもの追求が残酷になり、尊敬も信愛も感じない上官への服従を、猛獣と思うようになって、しばしば教官に反抗。 憂鬱な気分が続いて、故郷の柴田の自由な空を思うに至ったといい、グミから脳神経症と診断されて、休暇をもらった。幼年学校の外に出ると快活な少年になれたが、学校に戻ると、また凶暴な気分になったという。同期生との喧嘩で相手にナイフで刺される殺傷騒動を起こし、学校に発覚。1901年、在学2年で、 退学処分となった。なお退学前の幼年学校における成績は極端なもので、実家では主席、学科では自席にもかかわらず、総行では再開であった。軍隊生活の窮屈から解放されると、父の許しを得ずして、文学を志すことを決め、語学研究と称して17歳にして上京。1902年、まず順天中学校に入学。 翌1903年、東京外国語学校仏文化に入学した。なお、この頃に、母が亡くなった。牛込の下宿先で友人の勧めで、進化論を原書で読み、谷中村の高毒事件への追求運動に、同宿の友人が参加したことに触発され、万長法を高読して、軍隊外の社会に目を向けた。高徳周水。 坂井敏彦らの名前もこの時に知った。その後、彼らの非戦論に共鳴して、その平民者の結成を知って訪れ、講演会を聞いたり、1904年3月の社会主義研究会に出席。社会主義に感化されて頻繁に平民者に出入りした。大杉は後に、この時期までを改装し、改造しに自助源として発表。死後に、 未完ながらも、自助伝として、単行本にまとめられた。1920年後の1905年3月、週刊、平民新聞の後継紙である、直言に、坂井俊彦が書いた、紹介記事により、エスペラントを知り、1905年7月に、東京外国語学校仏語学科専科を修了し、同年から翌年にかけ、東京市本郷にある修正小学校に、 エスペラント学校を開いた。1906年3月には、電車地上反対の市民大会に参加し、電車焼き打ち事件に関与したとして、京都収集罪により初めて逮捕されたが、6月に保釈となった。同年11月には、光上掲載の新兵諸君に当たうで、新聞紙条例違反で起訴され、以降、 主に言論活動で社会主義運動に関わっていった。1908年1月17日、いわゆる屋上演説事件で治安警察法違反となり逮捕された。同年4月、中国人留学生の粒子、土川の家で留学生にエスペラントを教えた。同年6月22日、錦。式。 輝き館における山口古典の出国歓迎会で赤旗を振り回し警官隊トラントでまたもや逮捕。それまでの量刑も含み2年6ヶ月近くの千葉刑務所での刑務所生活を送った。獄中でさらに語学を学びアナキズムの本も多く。1910年9月千葉刑務所から東京監獄に移され高徳周水らの 最逆事件に関連した取り調べを受けるが、謙虚は免れる。11月に出所。坂井敏彦らとともに売文社を作る。1911年1月24日、高徳たちが処刑され、社会主義運動が一時的に後退する中で、大杉は、荒畑寛村と共に1912年10月、近代思想、1914年10月、 平民新聞を発刊し、定例の研究会を開き運動を広げようとする。しかし発禁処分の連続から経済的にも行き詰まる。この頃、チャールズ・ダーウィンのザ・オリジン・オブ・スピーシーズを、種の起源という題で、翻訳出版。アナキズムの立場を鮮明にしてきた、大杉の態度に、荒畑や古くからの同志の反発もあり、復活させた。 近代思想も1916年初めに廃刊。同年には、伊藤の絵との恋愛も始まり、研究会への同志の参加も減る。妻、堀安子との結婚も続く状況か、以前からの恋愛相手であった、上地下一子から11月9日に刺されるという、日陰茶屋事件が起きて、重傷を負った。一子は身を粉にして献身的に、 経済面で大杉を支えており、世論は一子に同情的で、野江を魔性の女のように噂し、その子を悪魔のように言った。大杉の評判も地に落ち、同志たちから完全に孤立し、野江との共同生活を始めるが、生活資金にも事欠くようになった。1917年9月、長女マコが誕生。村木源次郎だけは、大杉の家に同居して手伝う。 年末になり、労働者の町、亀戸に移転、野江と、文明批評を創刊。和田久太郎、埼田うのすけも、大杉と行動を共にする。前年のロシア革命勃発の影響もあり、労働運動が盛り上がる機運となり、1918年2月、同志たちとの関係修復を図り、研究会も、再び定期的に開き、 サンディカリズムの立場で、労働運動への影響を強める。8月には、九州、関西を回り、大阪では、米騒動の騒乱を目の当たりにした。1919年1月、近藤健次らが主催し、毎回労働者も参集していた、北風会と研究会を、合同、6月から8月にかけ、労働運動の精神をテーマに講演を続ける。 9月、東京労働同盟会と会消式監視、労働運動の観光を起とし、同志たちと相談を始め、10月に総勧号を発行。拠点となる労働運動者に仲間が集まる。1920年、不強化で労働葬儀も増え、多すぎの活動は広がる。黒ポトキンの著作翻訳、前年からの演説会もらい、命令ーーを前にしての事前検索もされる。 夏、コミンテルンから、密使の訪問があり、10月、密かに、日本を脱出して、中華民国の上海で開かれた、社会主義者の集まりに参加。11月帰国。12月9日、社会主義者同盟結成に向けて、鎌倉の大杉宅に、地方からの出席者を中心に40名余り集まる。1921年1月、 コミンテルンからの資金でアナボル共同の機関士としての労働運動を観光。しかし2月に、超チフスを悪化させ入院。6月、ボルノイーラの裏切りもあり、共同路線が破綻にし、労働運動紙は13号で廃刊。12月には、アナキストだけで労働運動を復刊させる。売文社の面々。左から、荒井角、大杉久志、坂井俊彦。 山崎決作や、山川人氏、近藤映像。左奥は不明。1922年2月、八幡市での八幡製鉄所、飛行2周年記念演説会に参加。この年、前半、大杉は、労働運動紙において、ソビエト政府のアナキストたちへの弾圧を報告。信友会有志、労働運動者の同志と共に、 大杉も、労働組合の連合を目指すため、全国労働組合総連合会発足に、努力するが9月30日、サンディカリズム派と総動盟派との対立にボルも、開催して、結成は失敗、アナボル論争は激化した。後に、大杉への追悼し杉を、目の男よ、を執筆する、中浜明は大杉に接近、労働運動か見え、 労働葬儀の現場報告、死を頻繁に掲載した。8月には、豊川町で自由労働者同盟を結成、新潟、中津川での朝鮮人労働者虐殺の実態調査に赴く、10月には、ギロチン社を古田大二郎らと結成する。大杉は12月、翌年にドイツのベルリンで開かれる予定の国際アナキスト大会に参加のため再び、 日本を脱出する。1923年1月5日に、上海からフランス船籍の船に乗車し、中華民国経由で中国人に偽装して、フランスに向かった。マフの運動の中心人物、ネストル・マフノと接触も図る目的もあった。またアジアでのアナキストの連合も意図し、上海、フランスで中国のアナキストらと会談を重ねる。 2月13日にマルセイユ期大会がたびたび延期され、フランスから国境を越えるのも困難になる中、大杉はパリ近郊のサンドニの命令で演説を行い、警察に逮捕されらサンテ監獄に送られる。日本の大杉久氏と判明、裁判後に強制退去となる。在フランス日本領事館の手配でマルセイユから箱根丸にて日本へ。 7月11日神戸に戻る。その際、パリの大使館からの反対意見により、切符が二等選出になったことを恨む記述を日本脱出期に書いている。同年、退伏中から滞在期が発表され、後に日本脱出期としてまとめられる。また、かつて豊玉刑務所週刊中に翻訳したファーブル昆虫期が昆虫期の名で出版される。 東京に落ち着き、8月末に、アナキストの連合を意図して、集まりを開くが、進展を図る前に、関東大震災に遭遇。9月16日、柏木の自宅近くから伊藤の絵、老いの6歳の立花の聡一とともに憲兵に、連行され殺害された。殺害の実行容疑者として、憲兵隊員の甘春正彦と甘春の部下が、軍法会議にかけられ、甘春と、 森は有罪判決となった。後半内容は毎回新聞報道された。また震災後、政府は朝鮮と日本のアナキストの連合グループ、不定者の撲列、金子文子を退学事件で調査した。メンバーで極中病死した新座に初代は、震災直前の8月、大杉に勉強会での講師依頼をし、 また、大杉の呼びかけた集まりにも出席していた。これらの事実は、警察がまとめた、尋問調書に記載。それらは、後半記録として、アナーキズムに主催されている。静岡県静岡市青池靴の屋霊園にある墓。12月16日、自由連合派の労働組合、アナキスト各団体が主催となり殺害された3人の、合同葬が行われる。 この際、右翼団体体科会のメンバーが、聴聞客を装って、大杉の遺骨を持ち去る事件が起きた。大杉の遺骨は9日後に、体科会会長の岩田富夫が、警察に届けで、翌年5月に、警察から遺族に返還された。労働運動者の和田久太郎、村木源次郎は、議論陳社の中浜明、古田大二郎らと共同して、 殺害への報復を意図し、翌年の一周期までに政府へ攻撃を企てるが失敗した。家族でも聞き取れないほどの重度の喫音に障害、悩まされ続け、特に家業の発音に差し掛かると目を瞬きさせて、金魚が負を飲み込むような口つきになったという。陸軍幼年学校時代も、加減の月と、どうしても言えなくて、上限ではありませんと言って、切り抜けたり、 後藤新平のところに借金に行ったとき、五百円を借りるつもりが、この発音が出ず、仕方なく三百円と言ったりしたというエピソードもある。大杉は、自伝で、後藤新平から三百円の資金援助を受けたと書いている。1923年12月17日の衆議院予算委員会で、後藤が第二次山本内閣内務大臣として行った。 答弁によれば、後藤は寺内内閣内務大臣として、大杉に2回にわたって、計500円を渡しており、大杉への資金提供は、歴代の内務大臣、がやっていったことであると述べている。ありがとうございます。